こんにちは、ミスターあいまさん、速稼塾の久保です。あのね、カップヌードルって美味しいですよね。食べたいじゃないですか。でもやっぱり筋肉の敵なんじゃないかなと思ってるんですよ。その中でね、今朝ね、私ちょっと小耳に挟んだんですけども、カップヌードルプロってのがあるらしいんですよ。ちょっとこれ画面切り替えて見てください。これね、カップヌードルプロ、例えばこれクリックしてみますよ。これ、ね、あるじゃないですか。タンパク質 15g、 糖質 50% オフなんですよ。これ筋トレ向きじゃないですか。しかもカロリーが298キロカロリーってことは、私の大好きなね、カレーパン1個分にも満たないんですよ。カレーパンがだいたい350から380キロカロリーですからね。でこれほら、具もちゃんと入ってて普通のカップヌードルだと思うんですよ。でこのラインナップ、タンパク質も糖質も我々みたいなね、アスリートを目指す中年に配慮されているということで、高タンパク、低脂肪、他の栄養素もここに書いてあるんで、ちょっと見ていただきたいんですけども、もう普通ですよねこれね、ということで出てるんですね、なかなか良くないですこれ。ということで、このカップヌードル、ちょっとミスター M さんとこ送りますんで、ぜひね、食品レビューを、食レポをしていただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。もしかしたらカップヌードル気に入らないかもしれないんで、たくさん送るようなことはしませんので、まあ、本当にちょびっと送りますんでね、まあ、よろしかったら試していただければと思います。それでは食レポ待ってます。そこんとこよろしく。